ベンジェンス A-31A-35 ベンジェンス TBV ージア飛行するベンジェンスベンジェンスはアメリカ合衆国のバルティー社が開発し主にイギリス空軍で運用された急降下爆撃機であるイギリス空軍には1942年から引き渡しが開始され主にビルマやインド方面で日本軍を相手に運用された愛称のベンジェンスは復讐の意であり 米海軍型の愛称のジョージアはアメリカの州の一つである。バルティー社内での故障は V-72。アメリカ陸軍航空軍では A-31、ベンジェンスや A-35 ベンジェンス。アメリカ海軍では TBV ジョージアとして正式採用されたが、どの方も実戦ではほとんど使用されず主に練習機として使用された。バルティーは フランス政府からの発注を受け、新型急降下爆撃機モデル72を開発した。この機体は当時としては強力なライト R2600 エンジンを搭載し、強力な武装と頑丈な機体を有していた。フランスよりの発注数は300機で、1940年10月から引き渡しを行う予定だったが、同年の六月にフランスがドイツに降伏してしまい、発注が 中に浮いてしまった。しかし、イギリス空軍がこの機体に注目し、ベンジェンスの名称で代わりに発注することになった。イギリス空軍への引き渡しは1942年1月より開始されたが、途中からレンドリースポーの適用を受けて一度アメリカ陸軍が A-31 として購入した後、イギリスに供与されるという扱いとなった。 また一部の機体はそのままアメリカ陸軍が保有した。1942年にはエンジンをライトサイクロン R-2600 から13に乾燥、武装 12.7mm 機関銃に強化し、主翼を回収した A-35 も生産された。生産はバルティー社のタスティンソン社やノースロップ社でも行われ、総生産機数は1931機で、 このうちイギリス空軍向けは1200機以上を占める。1943年には若干機が北アフリカの自由フランス軍に供与された。整備中のベンジェンス1943年2月、標的栄光機として運用されている A-35B イギリス空軍では本機をもっぱら極東方面で運用し、1943年から ビルマやインド方面で日本軍との戦闘に投入した。ブレニム爆撃機を保管する形で運用され、それなりの戦果を上げている。イギリス空軍以外でもオーストラリア空軍やインド植民地空軍でも使用され、オーストラリア空軍ではバルティ・バルチュアのニックネームで呼ばれた。いずれの空軍でも1944年以降は順次、前線から引き上げられ、 訓練機や標的栄光機として使用された。各型を合わせ2000機近くが生産された機体であるにもかかわらず、生産国であるアメリカでは実戦でほとんど使用されず、予備機や訓練機として広報任務に従事したのみであるため、1943年当時の軍事調達局の報告書では資源と材料の無駄とまで国評された。バルティ・ベンジェンスは、 アメリカ製ながら、主にアメリカ軍以外によって運用されたために、アメリカでの評価が低く知名度も低いという、いくつかの例の一つである。ベンジェンスマーク1、ありがとうございます。